マリメ2の公式イベントもうないのかな。草。何かだ。若者の流行りに便乗しようとして間違えてるぞ。ほら、マリメイジの時はピースイッチをテーマにコース募集してたりしたじゃない。うちの予約に成功しました。やかましいわ。あのさ、うん、自分でやってみたら、イベント。2期の企画第1弾。皆さんこんにちは、ベルリニキです。それでは早速企画の説明に入りたいと思います。日時は3月30日水曜日21時からです。普段ライブをしている時間と一緒ですね。生放送でコースを募集していく形になりますのでよろしくお願いします。予備日は、4月2日土曜日21時からにしています。もしコースをすべて遊べなかった場合はこの日に続きをやっていきますのでよろしくお願いします。企画の意図ですが、マリメ2は公式イベントが少なくて、何か少しでもマリメ2を盛り上げられたらという気持ちが大きいです。またこういったイベントをきっかけに何かコースを作ってみようかなというきっかけになれば嬉しいなと思っています。いろいろと話題になった爽快コース、好きな方も嫌いな方もいるでしょう。当然分かっています。ただ同じテーマでもいろんな表現の仕方があるんじゃないかなと思っていて、企画をすることで新しい可能性が見えるのではというふうな思いがあり、今回実施することにしました。間違っても爽快賛成派と反対派を争わせたりだとか、爽快はいいもの悪いもの白黒つけたいという理由ではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。応募方法ですが、3月30日に生放送でコース ID を募集します。募集スイッチがオンになってから ABC スペース DEF スペース GHI スペースイベントといった形で半角スペースつなぎで送ってください。イベントのコースと分かりやすいように ID の後にイベントと入れていただくようご協力お願いします。この形でチャットを送ると自動でコースが登録されます。イベント以外のコースが貼られても遊びませんのでご了承ください。続いて応募コースについてですが、爽快を感じられるものであればどんなものでも構いません。よく見るヒップ&カート、演奏、ギミック、トロール、スタンダード、謎解き、何でも OK。 制限なし。あなたが思うマリオの爽快とは。個性ある爽快コースが見れることを楽しみにしています。過去作品は OK ですが、他選、つまり自分以外のコースを勝手に応募するのはご遠慮ください。プレイ時間については、基本的にはクリアまでプレイしますが、どうしても無理そうだと感じた場合は断念する場合があります。特に 1% を切るようなものはクリアできるかかなり怪しいです。ヒントを聞くこともあるかもしれませんので、作者さんはプレイ時にいてくれると大変助かります。すべてのコースが終わったら優勝コースを選んで結果発表を行います。1週間から2週間の間には決めたいと思っています。優勝コースはあくまでベルリニキの好みで選ばれます。なのでもしかしたら皆さんの思う一番とは違う場合がありますが、ご了承ください。バトル系の非公式イベントは何とか見てきましたが、作る側コース職人のイベントがあってもいいよねと思っています。僕の好みとしては、オリジナリティあふれるものがすごく好きで、ヒップ&カート、などでも構いませんが、よく見るものだと優勝の可能性は低くなります。
想像をはるかに上回るヒップアンドカートだと分かりませんけどね。最後になりますが、初のイベントでどれだけ集まるかなど不安もありますが、少しでも多くご参加いただければ嬉しいです。マリメ2が少しでも盛り上がって長く続くといいよね。当日お待ちしています。どうかよろしくお願いします。以上、ベルリン市からイベントのお知らせでした。バイバイ。